皆さんこんにちは、まいのりです。今回なんですけどリクエストですね、こしあんさんからいただいた全マップの補強定番ポジということで、まあ、前回もですね、海岸線とクラブハウスの、まあ、全部はですね教えきれませんでしたけど、ここ補強してほしいなみたいなところを今回も説明していきたいなと思うわけなんですが、今回とりあえず、国境領事館山荘この3つですねの、補強場所を場所というか、まあ、その他にもいろいろ説明していければなと思います。というわけでよろしくお願いします。はい、というわけで国境なんですけど、ここは1箇所だけです。今回説明するのはここのですね備品の1枚だけ、よいしょと、ここなんですけど、ここまあ開けちゃうと分かるんですけど、こんな感じで換気まで車線通っちゃいます。これがすごく厄介で、このサーバールーム作業、まあ、ボムは作業と、換気なんですけど、ちょっとまとめて換気作業でお話しますが、こうやってね、守るときに、ここですね、結構ね、通路とか意識しながら、うろちょろすると思うんですけど、ここに行った瞬間、あそこからずっとロックされてるっていうのが結構めんどくさくて、換気作業を守る場合は、ここを閉めてあげることで、ここからまあ車線を通されないようにするっていうことで、ここ閉めたりします。はい、まあ、自分たちが使うための補強壁っていうよりは、相手にですね使われないようにここの壁をですね車線通されて使われないように閉めたりします。こうやってね、そうすると安心してここをですねこううろちょろできるというわけで、ここ結構ね忘れがちなんで閉めるようにしてください。とりあえず国境はこれこれだけです今回は。はい、というわけで次領事館ですね。領事館2階なんですけど、今回は1つだけ説明したいなと思うんですけど、1つ一応2枚か、ここの待合ですね、ここに入ることってよくあると思うんですけど、ここの壁、このちっちゃな壁なんで結構ね補強し忘れるんですけど、ここっていろいろ理由はあるんですけど、このですねトイレラペった時に待合に入ってね、待合のこの角に痛いとか、ここに痛いとか、このここをよくね補強されてて、こういう感じになってると思うんですけど、こうした時にあそこのトイレからね車線通されると逃げ場なくなっちゃうんで、そのためにここの2枚は補強しておくとまあ安心ですね。はい、でもう一つ言うと、まあ、この階段ですね、非常階側から来られた時に、その時にこの壁閉めてるといいのと、あとここもですね閉めてあげれば一応車線通されると結構厄介なんで、まあ逆にね開けてここから非常階を見るっていうためにですね開けるっていうこともありますけど、ここ閉めてればこうやって打ち合えるしとかっていうことで、ここはですね閉めて、相手から撃たれないようにするのか、自分から開けて自分たちで開けてここから撃てるようにするか、まあどっちにしろここのですね2枚は閉めておいた方が待ち合いは動きやすくなるんで、まあ、最低でもここかな、はい、ぜひ閉めるようにしてください。結構忘れがちなんでね、まあ、補足で話すると、ここのですねトイレって足元だけ開けたりして、相手がですねトイレラペからピョーンと入ってきて、ここでね自由にうろちょろされないように足元だけ開けるパターンもあれば、逆にここ全部閉めて開けることによってですねここに入れるんですよ、防衛の人が。ここまあ閉めてるとして、この待合のラペも見れるし、それからこことか開けてれば、よくね開通のために開けたりしてると思うんですけど、ここからですねあそこの A のボムの入り、ここも見れるしあそこも見れるしということで、ここ閉めとくと一応ここで立ち回れるんで、まあ動きやすかったりするんで、補足ですけどね、ここ閉めるとここに入れますよっていうことで、はい、ちょっと説明しました。次行きましょうか。はい、というわけで山荘来たんですけど、山荘はね結構喋りたいこといっぱいあって、まずですね地下を守るときに、まあ、ミラーをですね、最近ミラーバンされることはいっぱいあると思うんですけど、一応ミラーを選んだときに補強を間違えることが結構あって、でどういう間違いをするかって、これ結構ね間違いやすくて、どういうことかっていうとね、ここ1、2、3、4、5、6、7、年ですね8、9、
と閉めると1枚余りますよね。この1枚が結構厄介で、あのミラー使うときにですね、1枚はもう1枚をこっちですね、ここまあ1枚閉めてて、そのもう1枚こっち、まあ確実にね車線通されるのでここも閉めますって言ったときに、ここ1枚閉めるのか、ここの落とし戸閉めるかっていうことになるんですけど、僕個人的にはですね、ミラーあるときってあんまりここ閉める必要ないのかなと思ってて、まああるとしても結構フラグ投げてくることぐらいで、フラグ投げることぐらいでミラー見てれば簡単にわかるんで、全然避けれるんで、ここをですね閉める必要があんまないのかなと思うんで、もしミラー使う場合は1枚ですねここに使ってあげるといいと思います。結構ね、何が話したいかっていうと、今ですね確認したからわかるんですけど、ミラーをピックしてるのにここも閉めちゃった、ここも閉めちゃった、両方閉めちゃったってなるとどうなるかっていうと、結構ね、よくあるのがこっちが足りないっていう事件が起こるんですよ。はい、それでしょうがなく開通して、逆にね通れるようにして、ここもこうやって立ち回れるようにしてとかっていうことがあるので、確実にここ閉めたいなら、ミラーを使う場合はここかここどっちかですね、足りなくなります。はい、まあどっちかっていうとこっちいらないのかなって僕は思うんですけど、ここ閉めてあげた方がいいのかなって思ったりするんですけど、まあ、そこはどっちでもよくって、今回話したいのは、ここ両方閉めちゃうとここが足りなくなっちゃったとか、もう最悪こっちが足りなくなっちゃったとか、どっかが足りなくなるんで、この地下はね結構10枚全部必要なので、特にミラー使う場合とかはここですね閉めないで、ちゃんと、この2枚閉まってるかっていうのを確認するのが、はい、大事です、意外とね。はい、そんなわけでじゃあ次行きましょうか。次はですね、このキッチン、まあダイニングキッチン、それから記念とあるんですけど、キッチン守るときに結構ね、すごく大事なんだけど、たまに忘れちゃうことがある壁がここですね。僕も参加型のラングとかしてると、あれここ閉まってないじゃんっていうことが結構あるんですけど、ここですね閉めないと、ここの W ってもう打ち合いできないんですよ、正直。防衛があって、もういろんなところに遮蔽物あって、どっから撃ってくるか分かんないで、グラスとか来られたら結構厄介なんですよ。でそういうのがグラスとかがあそこの W のロングとかからですね、こことか開けてくると、こことかに、ね、入りたいとか、ね、まあたくさんいると思うんですけど、こことかね入りたくて、まあどうにかね登ったって言っても、この壁さえ、壁が補強されてなければ向こうからもう撃たれ放題、はい、ここもですねもう全部撃たれ放題全部撃たれ放題なんで、必ずここの壁は閉めるようにしてください。それからもう一つ言えば、あそこのキッチン窓からね撃たれないようにするために、この壁もそうだし、ここの壁もしっかり閉めるようにしましょう。どうせね、補強壁は余ると思うんで、はい、ここも閉めてあげることで、こことかに入ってね、こっちからの入り口、ここからの入り、それからここの入りっていうのも見たいので、ここは開けられないように確実に閉めるようにしてください。でね、もう一つお話ししておきたいのが、補強とは関係ないんですけど、ここですね、ここの穴じゃない、落とし戸、ここをですね開幕で、ショットガン持ってる人がとりあえずバーンって開けたりするんですけど、人によってはね、こことかに入りたい人もいるんで、とりあえず開けるっていうのをやめた方がいいのかもしれないですね、場合によっては。はい、僕もしょっちゅうこっち入るんですけど、ここに入ると何がいいかって、このね相手が記念外とか攻めてくる時に、こうやってずっと隠れてれば撃たれないプラス、敵が弾を撃ってね、あそことかに向かって、この外から、例えばですけど、あそこに向かってこうやって撃ってたりすると、ここに立ってるとね、その弾の弾道でどこにいるかって大体分かるんですよ。あ、ここにいるのかって分かった時に決め打ちとかすると倒せたり、プラスここのドローン光からね、あそこの敵を撃とうしてちまちま撃ってる人がいた時に、ここから行ってあげれば簡単にね、ここで伏せてるんで、撃ったら倒せるとか、結構ねここにいるだけで、いろんなところの敵を、まあ、倒せるというか、射線作ってですね、対応できるんで、この落とし戸が、空いてないだけで、まあ、ここに入って最終的にね、あそこのダイニングから来そうっていう場合はこうやって見れるし、
落とし戸ですね、キッチンの檻も見れるし、それからあそこの W の入り口から来る場合も見れるしっていうことで、ここが開いてないだけで、はい、ここに入っていろいろ立ち回れるというか、カバーライン敷けるんで、はい、なのでここをですね、とりあえず開ける方は一旦ですね、味方がこっちに入る人いないか確認しておいた方がいいかもしれないので、一応ね今回補足でお話ししておきました。はい、というわけで今回は、国境領事館山荘の、いくつかねポジションというか補強場所とか説明してみたんですが、いかがだったでしょうか。なんか他にもですね、ここ閉めた方がいいよとかあればコメントで教えていただければ嬉しいなと思います。最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお待ちしています。バイバイ。